で、おー、明るい明るい、いいね。ほーら、明るくなったろ。よし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 、いいぞ。これと、そうね、ここにもう一個角に立てとくか。ギャー、襲撃に来ちゃったよ。ちょっと待って、やめて、壊そうとしないでね、壊そうとしないでね。せっかく作ったお家なんだから。おい、おっ、あー、ファイヤーマン、ファイヤーボールマン、ちょっとお前それはあかんて、それは一番あかんやつやで。お前何壊そうとしとんじゃい。おい、お前だよ、何攻撃してんだてめえ。殺すぞ、殺すけど。あー、あー、何してんだてめえ。マイハウスが火燃やされる。せっかく作った俺たちの家が、俺たちって言っちゃったけど俺の家か。ちょっと待って、これはこれは9年前の悲劇、俺たちのマザーベースが。何やってんだこれの。お前あのできてませんよ、引っ張れてませんよ。よしよし、人はね、この野郎ぶっ殺してやる。おお、大魔神切りしてんじゃねえ、俺やろ。あー、ちょっと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 。おお、何に食らった今、お前。ふん、ふん、ふん。おし、倒したか。ふん。よし。あー、だから何やってんだ、お前。この野郎。あ、こいつ、溜め切りしたら逃げるし、うんぜ。スタミナがないでござる。やべ、HP が。くそ、負けないだとね。回復。あんだけ食らわせてもメディスンを使わせてしまえば私は一気に全回復できるのだ。ふん、こいつ耐久力高いな。ふんふん、逃がさん。おっと、あージャンプ切りがうまくいかない時があるの。よし、くそ、こいつチョコマカと。おとなしくしろ、おとなしくないと楽に殺せないだろう。よし、よっしゃ、眠れ。ああ、まったくめんどくさい。ああ、もうこれ絶対ダメージいってるよ。もう原住民ひどいよ。ああよかった、ツリーサップでまだ治る範囲だわ。意外とダメージ少なかったわ。で、丸太使うレベルのダメージって相当なんだな。さっきなんでそんな丸太レベルのダメージを負ってたんだろう、俺の家。よかった、ツリーサップだけで治った治った。ふぅ、あ、なんか手落ちてるわ。ふぅ、他は大丈夫かな。よいしょ、おお、この辺もちょっと、よし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 、治ったな。オッケーオッケー、うん、いいぞ。まだいるし、もう逃げるんじゃねえよ。向こうにもいるじゃねえか。あーじゃないよ、あーじゃないよ、あーじゃないよ。さあどうする。あ、死んじゃった。こいつをおとりにしようと思ったのに。ふぅ、しつこいんだよ。まったく節操がないね、原住民は。ほんと俺の家を襲撃するのならば、それ相応の対価を払ってもらうぜ。ちょっと噛みそうになったぜ。よし、ちょっと待って。そう、俺が作りたいのはアニマルトロフィーなのね。今回君たちじゃないの。いや、君たちを作ってもいいんだけど。今日のエフィジーというわけでね、ちょっとね、前ニコバーさんのイベント行った時にね、なんかアシュラ的なのを作ってほしいって言われたんでね。あの、これアシュラっていうと、この頭が多いっていうのは特徴じゃないですか。あと手足とかも多いかもしれないけど、と思ってまあこの辺にね、こういろいろ生やしてみたんだけど、これどうかな。なんかちょっと戦闘機に見えることもね、ここ先端でさ、こう後ろこう羽になっててブイーンってこう飛ぶ感じ、わかるかなね。これね、俺ねすごくいいと思うんだ、この足の感じが。このね、ここでちょっと手はね、本当はこっちも上にするつもりだったんだけど、間違えて下で置いちゃったんだけど、うん、この4つの頭でね、全方位を見ることができるっていう素晴らしいエフィジーだと思うんだ。
やー、面白いね、やっぱカスタムエフィジーはね。まあ、あんだけね、襲撃してきてくれたんで、材料はいっぱいあったんで、いろいろできたんだけど。あ、やばい、主人公がちょっとお腹空いてきちゃったわ。そうね、ちょっとエフィジーのために肉いっぱい使っちゃったからね。だからまだ手足残ってるから、ちょっと食べようか。あとで原住民来たら見せてあげよう。そしたら、ちょっとここの破壊活動も考えて直してくれるかもしれない。というわけで、飯食いまーす。当然、原住民です。あ、やべ、手だ、あったか。これでまだ食える。さてね、早速でもないんだけど、ワニちゃんの頭取ってきたんで、さっきできなかったね、アニマルのやつを作ろうかなと思うんだけど、どれだったっけな、これか。なんだろう、とりあえずここにやればいいのか。そうだな、ちょっと適当にこの辺に、ポン。こうしといて、で、これで、持って、おお、すげえかっこいい。ワニトロフィーの完成ですよ。へえ、こういうね、デコレーションがね、できるようになったっていうのをちょっと今回やりたかったんだよね。他にもね、これウサギさんもさっきもあったけど、あのワニあるし、ウサギあるし、あとシカとかね、トカゲとかいろいろできるっぽいんだよね。なんでか知らないけど、今この辺の野生動物ほとんどなんかワニばっかりで、ウサギはあんまり見ないんだけどね。まあ、ちなみに実は私さっきあのワニに敗北しましてね、ワニやべえわ、めっちゃ威力高いわ、即死みたいな感じで死んじゃって、ちょっと一回やり直したんだよね。だから原住民の人今ここにいっぱいあったのにもうなくなっちゃったんだよね。だから食料また集め直さないといけないんだけどね。なのでそうね、食料集めつつあのアニマルトロフィーね作れていけたらいいなという感じなんだけども、まあ、とりあえずだ。そうね。あ、そうだ、もう一個気になるのあったじゃん。あれまだ残ってんのかな。コンティニューしちゃったけど。あ、なくなっちゃってるかも。マジか、ロードするんじゃなかったかな。ほら、この上にアイテムあったじゃん。これが何だったか知りたかったんだけど、もうなくなってるかな。ロードしたらなくなっちゃう系のアイテムだったとか。あ、あるわ、あるわ。何これ。ん？ん？あ、缶。これ何？4コイン、あ、コインとかだったのか。いいね、ジュースがなぜかここにいっぱいあったわ、助かる。これでね、しばらくちょっとまた、なんかこの辺なんかまたさ、水がなんか飲めなかったりするんだよね。普通こういう湖のとことか飲めるはずなんだけど。なんで結構今そのペットボトル使うこと、ペットボトルじゃねえや、缶使うこと多いから助かるわ。ここに魚たちがいるけど、これ場所的に取れねえんだけど。よいしょ。この上にもなんかあんのかな。ちょっと登ってみてみよう。何もなかったらカットでもいいんだけど、あれ登れない、あれ登れない、水のところは登れないのか。うん、ちょっと登れない。潜った、ダメだ、いけねえ。あ、やべえ、めっちゃいる現状。よし、まあいいや、ちょうど食料減ってたし、こいつら捕まえるぜ。はい、どうも皆さんこんにちは。ね、バージョン 0.28 が来ましたよ。なんかね、まあ増えたところちょいちょいあるんだけど、まあすごく目立ったものも増えてないんだけど、まあとりあえずトラップが増えたらしいんですよね。で、今はちょっとずつあそこを開拓していってるんで、まあ、そこをいろいろやりつつかな。まだちょっとね、アニマルトロフィーもコンプしてないし、ちょっとその辺をやりつついろいろやっていこうかなと思いますので、早速じゃあ、コンティニュー。よーし。ちょっと早速ね、マップ見てみようかな。マップじゃねえや、トラップ。トラップ、トラップ、トラップってどれだっけ？これか。あ、これか、リーフパイルトラップ。パイルだからあれかな、トゲがあるのかな。で、モルトブワイヤートラップ、エクスプローシブ。これは前からって気がするな。デッドフォー、まあ、この辺はいつも通りで、あ、新しい、これがロープスイングトラップ。岩があってパコーンってするタイプか。まあね、ちょっとね、家を守るためにはちょいちょいこの罠系を用意しなきゃなっていうのがあるから、ちょっとこのリーフパイルトラップだけ作ってみる？これって、ん？どうなってんだろう？おぉ。
こんな感じで置いといて、で、家に来たら、みたいな。ちょっと覚えておいてみるか。え、葉っぱ50枚でいいの？おー、ちょっと待って。うーしょ。おう。え？あ、燃やすの？そういうこと？ちょっと待って。試してみよう。おーおーおーおお。あ、なるほど。ファイアーウォールか。おー、なるほど。これでね、家を囲っといて、いざ襲撃が来たら、これで身を守って、どんと来い超常現象みたいな感じで、どんと来い原住民。なるほど。あ、これ面白いね。あ、結構早く消えちゃった。まあ、ずっとは残んないよな。で、あらかじめ置いといて、来た時に燃やすみたいな感じか。ああ、いいんじゃない？これ。よし、そんな感じでちょっとやってみようか。じゃあ、ちょっとそうね。まあ、でも、アニマルトロフィーをちょっと完成させたいかな。てか、家もね、実際まだ屋根完成してないしな。ちょっとその辺もやりつつかな。よし。じゃあ、ちょっとそんな感じで、ちょっとね、いろいろと作っていきましょう。じゃあ、まず最初の目標は、そうね。まあ、トロフィー作るか。トロフィー。あ、テントのところでもさ、ほら、セーブとか寝ることができるようになってる。ああ、こういうのも使えるようになったんだ。へえ、ちゃんと寝床として判定が出たのね。じゃあ、ちょっと冒険して、簡単にちょっとここでセーブとか、ちょっと寝たいとかできるようになったわけか。おお、便利じゃない。ああ、この辺もなんか微妙に様変わりしたな。ねえ、前こんな海岸になってなかったと思うけど、ここだって前俺が住んでたとこでしょ。ねえ、そこに材料置き場もあるし、こうこうこう、前は丘の上に家建ててたからね。はあ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 、ちょっとやっぱマップも変わってる。うわー、何これ、なんか死体がグロくなってるっていうか、なんかハエっていうか、なんか虫が飛んでんのかな。嫌だー、これグロい。あ、ウサタンがいた。てかさ、思ったけど、刀に血つくようになったんだけど。前こんなあったっけ？なかったよね。えい。よし。お、頭だ。やった。ふふふふふ。ただこれ、うおほほ、握ってるね。これ思ったけどさ、頭って直接持っちゃうからさ、このままアニマルトロフィーあれ、完成させないといけないのか。そう思うと地味にアニマルトロフィー作るの大変だな。だって鹿とかもどっかで飼ったらそのまま首持っていかなきゃいけないんでしょ？地味に辛いな。まあ、いや、とりあえずこのね、首を飾ろう。同じ爬虫類というか、ほら、なんかワニさんと同じセットでみたいな感じでね。よしよし、収穫収穫。あ、やべ、ゲンジもいる。ちょっと今戦いたくないでござる。よし、これで、ポンと。あら、ポン。ちっちー いや、まあそうだろうけどさ、ある意味。わあ、リザードの頭ちっちゃいな。迫力ね。ワニがすげえかっこよく感じるわ。ふう、あ、ウサタンがいる。えい。そう、これでウサタンヒフィジーじゃないわ。ウサタントロフィーも作れるじゃん。次、今なんかふえふえふえって言わなかった、誰か。ああ、ちょっと、原住民さん、それはないんじゃないのかな。ちょっと待って、せっかくなんでここに、ポンと。えい。あ、これで、ウサタントロフィーも完成。イェーイ。いいな、なんかこれ。ちょっとシルバニアファミリーのうちみたいじゃない？かわいい。ちょっとこれでかくて怖いけど。これいいんじゃない？ちょっと。ご近所に、そんなことやってる場合じゃないわ。ご近所さんにちょっとね、原住民がやってきたんだけど。あ、暗いな。うるせえな、お前。燃やすぞ。そう、こいつら。ふんふんふん。よし。一人目。お、あった、ジュース。ちょっとね、ジュースは飲みたいと思ってた。どういった？残り2匹は。くそ、あいつら。もっとなんか明るくできるようにしたいな。ちょっと光源作るか。でっかい焚き火のやつとかさ、あったじゃん。あー、ちょっと、お兄さん。おら。あー、壊されちゃった。これ、おろかしたわけじゃないよね。
止めろ。あ、熱っ。熱いんじゃなくて、おお、落ち着けお前ら。ふん、ふん。よし、あ、粉砕できなかった。別に粉砕しなくていいんだけど、後で食うから。もうちょっと、もうやめなさいよ君。おお、飛んでくるな、飛んでくるな。うるせえな、まあ、さっさと。もう焼けてたやつじゃない、なんで死んでないの。この世界の住人は焼けたら死ななきゃダメなのよ。もう暗闇の中から出てくやがってこの野郎。最近なフォレストの動画はな、暗闇すごいなんか見づらいんだぞ。いつこいつめ、こいつめ、ほんまちょっとつらいな。あと一匹なのに、多分ちょっとね、原住民の襲撃がちょいちょい激しい気するからね、トラップちょっとやっぱ作ろうかな。でこのロープスイングトラップちょっと作ってみようか。あー、これはあれか、木に引っ掛ける系か。あれ引っ掛かんない。こうか、こうか、ん、どう作るのこれ。あー、できた。おーおー、これどうなんの。あ、すげえでかい兵器だなこれ。おー、いまいち仕組みがわからんけど、適当にちょっとこの辺にポンと置いてみる。ぐる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 。ちょっと これでいってみようか。これこう意味あんのかな。と丸太が6本、意外と簡単だな。すぐ作ろう、ちゃっちゃと作ろう。完成。どや、おお思ったよりも凶悪なもんだった。おお、怖い怖い。これ主人公はこれを一瞬に戻せるというね。ここを、あどこ、これか、ここをもう触れたらもうこれが発動するのか。おー、いいじゃない、これで原住民を吹き飛ばしてやるぜって感じか。面白そう、楽しそう。あとはさ、あれだよね、新しいトラップも作りたいけど、このね、これが一番好きだなと思うこの引っ掛けトラップ、生け捕りだよね。生け捕り、生け捕りして見せしめして、ここに飾るってのもいいんじゃない。原住民をね、生きたままエフィジーにで飾るってのも一つのね方法だけど、これで飾るってのもなんかコツなもんじゃない。よし、じゃあちょっと待ってよ、これで頭丸太つけてと。いい加減このワイヤートラップ系もちょっと作ってみるか。だから引っ掛けたらボンってなるってことだよね多分ね。爆弾のやつ作ってみたいんだよな本当は。爆弾のやつは俺作れるっけ。まずそもそも爆弾を作れるかどうかっていうところになってくるから、あとこれで代用何がやってくるか。金と基板とこれとこれか。ちょっと作ってみるか。ワイヤートラップこんな感じか。だから近づいてきたところをボンだよね。どこがいいかな、どの辺から来そうかな。毎回この森の方から現れてきてるイメージはある。ちょっとやってみるか。この辺すごい適当ですけど。おお、うわ、チク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 、めっちゃ目立つやんけ。ちょっとしたこれあれだよね、イルミネーションみたいな、そんな感じ。これで来た原住民ボンってさせるわけだけど、これ一個じゃ、これ並べたら強いんじゃねえの。来たらもうボン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 って爆発していくみたいな。で最終的にこっちにもボンさせる。うわ、大丈夫か。うわ、原住民来てくんねえかな。まあ原住民が来た時にこのトラップを使ってやってみよう。じゃ原住民が来るまで、そうだな、もう屋根あたり作っていくか。2階をそろそろね、やっぱ家としてそろそろ完成させたいところでは。あれ、くしょ、登れないんだけど、ここなんか階段作るか。階段階段階段、これで階段完成。おお、スムーズにいけるやん。おお、いいっすね、いいじゃない。あ、でもよく見たらこれちょっと斜めってんじゃんガバ建築まあいいのよいいのよ、うん、なんかっぽく見えればいいのよね。ガバホーム。よし、じゃあ早速屋根に取り掛かりましょうかね。
うん。